王室天文館は、イギリスの王室直属の上級館の名称である。この上級館は2つの地位があり、1675年6月22日付で発令された本職と、1834年に発令されたスコットランド王室天文館がある。かつては他にアイルランド王室天文館があったが、1966年に廃止された。王立館職として、 クリニッ天文台帳の役職であったが、1972年にクリニッ天文台帳に女性天文学者のマーガレット・バービチが就任した際、王室天文館にはマーチン・ライルが任命された。なお、似たような役職としては、ヨーロッパ各国の王室天文館などがある。イングランド王チャールズ二世によって創設された王立グリニッ天文台の官職として、 1675年に、ジョン・フラムスティードが任命される。ジョン・フラムスティードは、グリニッジ天文台在職中に、構成の位置を表す大栄光成目録の作成、天体の位置を二次元投影した、星座絵などからなる、天球図譜などを作成した。遠洋航海などで、グリニッジと船の間の時刻差を測定することが、できれば、現在の船の経度などを求められる。 そこで、四五線の零度線がグリニッチになったのである。その後、各王室天文館は、王室の名のもとに発令され、グリニッチ天文台の責任者としての活動を行った。フラムスティードの場合には、王室長官の下にあって、年間100ポンドの報酬と王室メンバーとしての地位を得た。そして、王室に対して、天文学や関連する。 科学的な助言を与える仕事を行った。ありがとうございます。